それはね、2000円、そしてこれが好きです、ねえしょ、これ結構売れたわね、売れた先生、結構書かれたんですね、うん、書かれた、びっくりするぐらいね、うん、これでよろしいですか、ちょっと今はね、私も今はこれだけど、まだこれから、そういうのはね、参考になって買ってね、自分でね、あの書いておくと参考になりますので、うん、見て書こうかな、吉野さん、もうないと、どうぞ見てください、そうなの、真似は大事なの、うん、絵って真似が大事なの、絵手紙はね、大きく書かないとダメだ、小さく書かないよ、岡坊ちゃん、翔太みたいな、どうする、そうだ、なんで全国の方が誰もいらないんだよ、ああいうのでかい方だ、年間にあの金属を立てずに立ててやればね、僕っていうの、私の1、2、3、4、4枚かかったの、お前いっぺんにかかるの、お前がお前いっぺんにかかるの、いやいや、壁に2つの絵を飾ったって、レンガの左のこの玄関の上に絵手なの、あ、ありがとうございます、あの、でも、なぜかすいれん、それをこう見ながら、ちょっと待ってもらえる、なんか書いたって言われるからね、みんなが先輩待ってる間にね、ちょっとそれを見ようなんで、待っていたの、小さい、自分ってうまいですね、かっこいいね、ちょっと私は大変なの、元気なんか繰り返してね、しばらく正論、今手はどう？ダメ？しびれちゃってる？目の前で重症がな、あがんなくなるからね、痛い、そうだね、あんたもそれだけど合間に描くのは、これでも集中できるお茶さんまの、上野でやるときにね、ハス招待券を取ってこそ、これを行かないからね、行くんかな、それを欲しい人がいて、だから友達が、昼さ、あの、あそこだけ見るから、他のところを見てたね、夏に、うん、懐かしいね、ドロ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 だ、でもあれのおかげでよかった、うん、そしてその字を書けたら見たかったね、うん、なってないさ、だけどね、今ね、まあ、あの発想ね、あの夜の中でお墓を増やすためにもう大間先生の発想の池がもうたっぷりになっちゃった、だからね、うん、お酢を見るからそういう時代だね、そんなのね、やってた時代じゃダメだね、本当はあるからね、だから自分家の家屋を半分にしてもやるってぐらいの気持ちがなきゃあの場合はダメだね、だからいい時に先生に連れてこれはどのぐらい時間かかってるのかな、うん、シリーズみたいに描いてるの、上野だったらもう行ったところで描いてくれるのか、これを簡単に描いてきた、これは素晴らしい、素晴らしいですね、すごい、これだって投げるって、お役だか、そうだね、
まあ、パッとこうなんかスケッチして帰ってきてからやるとかね、そういうのは写真撮ってたから元気だっていうのは元気だって山のね、終点通り、うん、終点から帰ってくる時間までに帰ってくる、うん、思うのかしら。私たち教室もね、うん、私たちね、富山の教室もね、うん、コロナで今年はやらないっていうか、自分たちコロナだからさ、それではないけど、怖いね。そういう向こうで花を描いてるのが花大好きなんで、見るんだけど、花の色を描くというか、明るい色に、どっちかっていうと、なんか、大阪の。うん、うん。うん、うん。今回は大阪になって。どっちの感じの、この曲だよ。何ヶ月も、転移した。大変。初めの頃だよ、やっぱり。あれはね、斜めの頃だよ。あれはね、斜めの頃だよ。まあ、あんまりあれじゃなかったけど、みんなが止まらないよね。あのくらいでね、全部書いてあるから、発想はね、完全に自分で書いてある。だからもう見られない。自分の来年の方も、この間も送ってもらったけど、向こうで入ったそんなのは、これも毎年までやってるの。幸せ色の形。幸せ色の方が、送ってたらね。そう、この間送ってもらって、お礼も言わない。お礼も言わない。今月分だけ。まだ書いてる。売りはめば、子供も吠える。これを向こうって書いてる。3で。ごめんなさい。ごめんなさい。美しいな。これから静岡のこの緊張がちょっと面白いです。下山君が何を表しているかよくわからないけど。出来上がってる。これ前に書いてある。どっから撮ったんだろう、あの後ろから、川もこっかにあるような、出来上がり遊びがなんか整理してるから。こう言われてみると、面白い。あの、でも椿の一番
Yes.